はい、どうもみなさんこんにちは、たよです。今日もモンハンダブルクロス前回続きからやっていきたいなと思います。で、今回も特に装備とかね、スキルとか変わってないんですけども、早速ね、続きのモンスター買っていきたいなと思ってます。で、今回買っていくモンスターはこちら、ガララアジャラですね。こちら一頭の種をやっていきたいなと思います。ガララアジャラは、まあ今ではね、結構珍しい、まあヘビ系のモンスターってことで、多分歴代のモンスターで見ても、このヘビ系のモンスターって結構珍しい方に入るんじゃないかなとは思うんですけども。さあ、行くぞ！よし。しびれ生肉があるってことは食べるのかな？千里眼、ありがたいね。一応もらえるものはもらっときましょう。毒煙。で、あったとりあえずペイントを当てると。さあ、5番か6番。いや、8番かな。なんか広いところにいるイメージがありますね。だガララアジャラ。コインピント当てて、あー、いなせなかった。こっち尻尾の先端がなんせ硬いんですよ。お腹を、結構全体的固めだ。一体。はい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 。あ、でも結構、尻尾以外は結構切りやすいね。結構囲ってくるな。囲いじゃん。お前囲いだったか。オッケー。はい。なんだ。くちばし、これ何？竜の涙。切れ味が落ちるのがなんせ早い。あー、入んなかったか。はい。あれ、歯が通らないもん。ちょっと待って。研がないとダメだな。まだもうちょいいける。お腹の部分は結構切れるな。 OK。 痛い。痛っ。いやー、通んないかも。やばい、囲まれてる。囲いだ。囲いをやめてもらって、今のうちに。トング回復する。はい。切れ味さえ来ちゃえばこっちのものよ。はい、はい、はい。痛い。
はい。はい。いやー、痛い。あー、痛い。これまずいな。回復。回復。はい。はい。また囲ってきたか。はい。オッケー、いいよ。なんか破壊した。いや、もう落ちたか。逃げたかな。いや、あ、逃げたか。よし。よし、行きましょう。やっぱ尻尾の先端がね、あと外角が結構硬いっすね。お腹周りは割と切れる。ただ結構体が大きいので、切りやすいのは切りやすいけどもって感じだ。あれ？切れない。痛い痛い。はい。いいよ。切れてる切れてる。あれ？それまずいよ。はい、はい。一旦抜け出して回復。やばい、爆発する。移動したかな。移動したね。石も飛ばせてもらって、いったー。で4番か。こっちにペイント当てとくか。よし。ほい。痛い痛い。こいつ尻尾がほんと硬い。はい、はい。ん？いるんだね、今。はい。ん？逃げた。逃げてんね。痛い。いいぞ。
寝ようとしたね。ほい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 、いいよ。いった。クリアージョージたか。痛い。ああ、あった。痛い。よし。痛い。開封。爆発する。コング。OK。お腹を切りたいね。オッケー、あと一発だったんかい。オッケーオッケー、だいぶ丸まっちゃって。よしよしよし、取っておくか。これなんだ、落葉草の根。うん、まあアイスボーンで言えばね、落葉草っていうとあの大粉塵の材料とかに使えますよね。よしよしよし、素材もゲットゲット。うん、てなわけでですね、まあ、今回はカララアジャラの討伐に行ったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、ヘビ系のモンスターということでね、ワールドとかアイスポーンの方では、まあ、今はね出なくなってしまった珍しいモンスターの種類と、まあ、言ったところで、まあ、ライズはね、まあ、一応モチーフが妖怪要素が多く含まれていくといったところで、今現在発表されているモンスターの中には、まあ、ヘビ系のモンスターっていうのは、まあ、特に存在しないんですけども、まあ、過去作のモンスターも、まあ、多く、まあ、登場する予定ですという、まあ、いうところもありますので、まあ、そういったところもね期待しながら、まあ、いろんなね新モンスターとかも、まあ、期待しながらやっていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。